あ、今日もみんなのパワースポット、どうも、安川です。うん、こんちくー。わ、ハロー、スラマッパヒ。どうもー、メガネ本体ことガッチャンです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、なんか今日は珍しく、こんな感じで集まってますけれども、今日なんか何をやるかとか決まってるんですか？もちろんです。決まってるから呼んでんでしょうか。主治医企画先生に。あ、はい、かしこまりました。脳みそ、ふにゃんふにゃん、超難解クイズ。パノラマ TV。 なんですかそれは。クイズってあるじゃないですか。ありますね。その中でも、うん、もう脳みそを、うん、もうふにゃんふにゃんに柔らかくせな解けへん超難解クイズ用意してますので、はい、それを今回解いていこうかな。解けるかどうかって、うん、クイズ。僕と安川。あ、そうですそうです。クイズ、あ、それ僕がクイズを持ってきてるんで。あ、解くだけ。いや、解くだけ。お前ふざけ、あ、舐めてんな。問題を舐めてる。超難しい。クイズ解くだけの企画。みんな難しい。みんな好きやな、クイズ。いや、僕は言っときますけど、強いでしょ。ほんまかいクイズ。ほんまかい強いでしょ。じゃあ、早速言いますか。そうですね。そんな自信あるんやったら。はい。僕学んできたんで、はい、クイズ。スイスで。学んできた。スイスでしかも。日本で一番学べるやろ。一番留学経験いないやろ。両手にライオン、かぶっていこう。ロックオン。では第1問目、はい、なぞなぞです。いつまでも寝ないで何かを見ている動物はなんだ。うわ、なんや。いつまでも寝ないで、寝ない動物やもんな。うん、何かを見ている動物、寝ないで。え、これはまだ比較的だんだん難しい。1問目やから。そう、1問目やからちょっと頑張ってよ、2人とも。いつまでも寝ないで何かを見ている動物、うん、むずいな。いつまでも寝ないで、うん、寝ないで見ている。脳みそを柔らかくして、うん、もっともっと簡単にあるけど気づいてないだけかもしれん。何や、ほんまに分からん。さっぱり分からんぞ。いや、待って、2人とも無理。分からへん、ほんまに。ちょっとヒントくれ。うーん、もういいから、ほんま固まるまま寝ないで見る。何か、いや、寝ないで見ている。謎謎やから、そんな動物実際おらんよ。寝ないで見てる動物。あー、そういうことか。お、ちょっと待ってくれ。頭柔らかくする。あ、そうそう、や、頭をな、ふにゃふにゃにして。そう、今その考えてるこの時間っていうのが大切な、うん、分かったかもしれない。お、当てていい。うん、見てるやんな、うん、見るってことやんな。そう、寝ないで見てる。え、違うかもしれない。分かった、俺当たった。俺もじゃあ俺から言って。いや、ダメで、俺はあれかな。やす、何、まぶた切られたミミズクとか。もう目がもう閉じられないから、まぶた切られちゃってるから。トンチとかじゃなくて、ね、謎謎ですから。俺はもうカッちゃん、絶対当たってる。じゃあ確実に。何の、カッちゃんどうぞ。ネズミです。ん、どういうことですか。ネズミ。うわ、ネズミです。すごっ。ネズミ見る、ネズミ正解です。すごい、まあ、ちょっとでも分かった、今の要領が。なかなかちょっと久しぶりやったもんな。久しぶりやったから、ちょっとなんかすごい あのタッカーしてた。あ、緊張してた。緊張してた。いけるわ。なるほど、いいですね。じゃあ2問目、うん、カップルが飲むお茶は何かな。カップルが飲むお茶、カップルが飲むお茶、うん、なぞなぞやもんな。なぞなぞです。頭を柔らかくしてください。ちょっと柔らかくするわ。うん、どこ柔らかくなる。カップルってことは何なんやろうって連想するのもありやし。確かにな。うん、飲むってどういうこと。何でもいいよ。お、何かしらちょっと頭をやっぱひねらんと。な正当法でいったらあれやな。一個、いや違うかな。でもその、うん、なんか一個これかなっていうのを言ってみて、そっからヒントになってとかあるから。緑茶、緑茶ですよ。お、うん、それはどういう。緑茶を飲んで、うん、喉くだりつないだったらいいな。そしたら一緒に飲む。残念。回したいよ、普通。普通それだ、なんでもいいや、別に。確かに、ね、確かにな。パチはなんかこれかなみたいなのないの。いや、ちょっとピンとこんな。何やろ、何茶やこれ。なんかな、カップルってどういう状態なのとか。
はいはい、もっと言ったら別にこれカップルじゃなくてもいいよ。何やろ。あー、来たかもしれん。うわっ、何ないやん。そう、カップルじゃなくても別に成立する飲み物。ああ、なるほどな。あ、わかった。お、わかった。お、じゃあヤスどうぞ。アイスティーですね。お、なるほど。それはアイスティー。アイスティー。正解です。よし。よし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 。いいよし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 。その通りです。アイスティーです。なるほどね。ちょっとなんかあんまでもスッキリせんない今んとこ。ちょっと。え、問題があんまよくないですか。なんかダジャレかなみたいな。あ、でも謎の謎ってそういうもんですから。ううまあで最後。最後の問題。最後。これをじゃあぜひ当ててほしいな。絶対当てろ。事件が起きて海賊からいなくなったのは誰かな。事件が起きて海賊からいなくなったやつ。うん。いや、そこも込みで考えてくださいよ。事件が起きて海賊からいなく、海賊からいなくなったやつ。うん。事件が起きて海賊からいなくなったやつ。これ謎なぞ？これは謎なぞです。謎なぞって言いづらいな。じゃあ謎なぞ10個言って。はい、はい、はい。なな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 。はい。まあ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 。海賊そうからいなくなる。事件、海賊から、事件が起きて海賊からいなくなったのは誰かな。全く分からん。でで考えてみたんだから、うん、言い方なんか考えてる。めっちゃ考えてる。あーめっちゃ考えてる。事件が、あーえ、海賊からいなくなるやつ、うん、事件が起きて、何や、事件が起きてってどういうこと。いや、分からへん。海賊からいなくなるやつ、うん、パイレーツ、パイレーツ、事件入ってないな。事件が起きたらどうなるか。事件が起きたらどうなる。事件が起きた、あー、事件が起きたら海賊、あーにょ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 、事件が起きて海賊からいなくなるのは誰かってこと。そうです。普通に言ったら家族。正解。え、事件が起きて意味がなくなるってことじゃない。あー意味がなくなるやったら海賊っていうか事件関係なくない。分かった。海賊が何海賊から言いがなくなるやろ、うん、事件は関係ない。事件関係ない。あのラマ TV。 はい。お。お前らそれやりすぎ。もういらんって。これ何が一番おもろいかって、これ俺が言ったらヤスが普通にこう来るんじゃなくて一回あってあって言う。絶対びっくりするもん。びっくりするんだもん。これ何、これ曲がるきりたんぽですか。な、何なんですか。それがなんでそれをこすりつけてくるんですか。なんかやってます。ドッキリでした。今回は難しかった。これはむずいわ、うん、むずい。なになに、クイズが、ま、ちょ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 ドッキリ何やと思いますか。いやいや、クイズ中にキリタンポ、曲がるキリタンポで擦りられたらあれよ。ん、全然違います。これに関しては全然違います。これまで全然違う。はい、あ、なんなんなんやってたドッキリは、うん、コチョコチョフォーエバーっていうあのかっちゃんが喋るたびに、うん、コチョコチョし続けたら、うん、どうなるのかっていうやつやったんですけど、これ一番の失敗です。これ一番の失敗の理由としてはやっぱりシンキングタイムが長すぎてあんまり喋ってないっていう、喋る時間が短かったっていうのが。確かに逆に喋らんかったもんな、考えてたから。そう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 、だからこれちょっと問題のあれと間違ってたよね。あの企画のあれとちょっとミスです。
認めます、これ。その大丈夫、その動画内で言っちゃダメ。そのミスです。